ください。聞いていきたいと思います。ネギが主役のネギ飲みをしたいのでアイディアください。三室杉、木桶ぼた山と純生ポン酢、こちら紹介したいと思います。ちなみに昨日も自宅で友人を招いて会食したんですけど、その時もまあネギが主役というか、まあ、肉焼いて高糖ネギだ、まあ、小ネギですね、たっぷりのもう小ネギの小口切りをこの純生ポン酢であえて、ちょっとニンニク効かせたステーキの上にネギをたっぷりで、その上にパルミジャーノスライスしたものをたっぷり乗せて、まあ行ったんですけど、最高にうまかったですね。ネギって何にせよまあポン酢がよく合うよねというところで、まあ普通にね、もう焼いて鰹節とねポン酢だけでもうまいし、まあ焼くときチーズ乗せて、別にネギだけのチーズ焼きでもねうまいだろうし、ただ何にせよまあポン酢ないし酸味とかがあった方がいいなということと、まあそういったまあ家でネギ焼きをしながらじっくり飲むってなった時に、まあ2パターン考えて、まあなんか古典的な茶碗酒みたいな、まあ一升瓶ドーンと置いて常温でこうグビグビ飲むように、朝日菊とか日置桜とかね、そういうのもいいなと思ったけど、まあ今日はあえて酒の位をぐっとね上げてじっくり飲むっていうのもいいのかなと思って、まあこれを選びました。でこのお酒って本当やっぱ三室杉って酒造りがうまくて、本当バランスよく仕上げてあるんですよね。そういう菩提元を使いながら木桶を使って、まあ、有機的なものを使いながら、やっぱり今のこう主流のね味の中に綺麗に落とし込んであって美しい酒なんですけど、でもやっぱりねその菩提元由来であったり木桶由来であったり、その有機的な部分というものがその味の深みになってね、こう普通のお酒とは違 う, こうレイヤーの積み重ねになってるんですけど、こういったものも酒単体でこうじっくり飲むのもいいけど、ちょっとやっぱ食べ物が入ってやると味の変化というかね、酒だけだと気づかない良さみたいなのに気づくことができます、ね、で今日この、まあ、ネギ焼きだったり、そのまあネギの飲みネギ飲みするときに、まあ、こういったポン酢だったりとかね入ってきた際に、やっぱりね酸味があるポン酢に対しても酸味がある酒を当てないと、もう全然もう酒がだれちゃうんですよね。冬だとね鍋でねまあ、てっちりだったりとか水炊きだったり、まあ、ポン酢でずっと食べるもの多いと思うんですけど、そういった時にはもう必ず酸味の効いたものを合わせた方がずっとこう口の中が飽きずにだれずにね、続けていけるんで、まあ、それは必須なんですけど、まあ、こういったそのちょっとこう複雑味のあるお酒も酸味があるものを合わせてやることでお酒が反応して、酒単体では見えなかったような甘みの広がりだったりとかね、まあ、いろんな複雑味をね楽しむことができますんで、まあ今日の酒クエスチョン、ネギ飲みしたいのでアイデアくださいということですが、まあそういったシンプルな当てを、まあ、に対して、まあ、いいお酒を当てて、まあ、お酒の違う面をね感じてもらえれば充実するかなと思いますんで、ぜひお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。